横向き、うつ伏せ、うん、で今度お腹を見るために横向きと今度仰向けで撮ってます、うん、でお腹からいきましょうか。体がこれだけでお腹はこんなにあるんですよね。これチンセラの特徴ね、うん、胸がこんだけしかない、うん、でここに何もつらないと黒いじゃないですか、うんうん、でお腹の中に黒いのはガスなんですよ。でここのガスはこれ胃です。胃のガスでオーバーラップして腸のガスが見えてます。うん、まあ、腸よりも胃のガスが多いね。胃のガスがすごい多い。でもこれで、ね、呼吸が早いとさ空気飲んじゃってる可能性もありますね。でお腹の中のもう3分の2ぐらい盲腸なんだけど、もう何にほとんど盲腸粉が入ってませんね、うん、今この空っぽです。お腹の中はね。次胸、頭からいこうかな。横向きだとこれ前歯ですよね、さっき見ましたね。奥は見えないんでレントゲンで、奥歯の噛み合わせとても綺麗です。からここが骨ですね、頸椎、胸椎、腰椎と、まあ正常範囲ですね、骨の薄い方。胸、ちょっとこれ本当はもうちょっと前に引っ張りたかったんだけどなかなかね、うん、力が入っちゃったみたいで引っ張りたかったんですけど、これが胸でこれが心臓です。でこの前がちょっとこの手と重なってわからないです。でこのうつ伏せにすると心臓ね、ちょっとこの子もやっぱこれも力が入って少し歪んでるんだけど、胸の大きさに比較するとちょっと心臓が大きいのと、それからこれ心臓ですね。でここに黒い管が見えるじゃないですか、うん、これ気管支なんですけど、こんな太くない気管支はこうデブってことですか。いや違う、デブじゃないです気管支がちょっと拡張してる、うん、でこの両サイドにこれ血管なんですけどね、肺静脈と肺動脈、うん、だから特にこの肺動脈がちょっと太いね、うん、このこっからこの太さですね。でこの太さってね、大体この近くの肋骨の太さぐらいなんですよ。明らかに太いでしょ、これの方が、うん、ね。だからちょっと心臓のサイズも大きいか、ちょっと心臓が大きいかな。それからもしかしたら肺動脈がちょっと血圧が高い、肺動脈高血圧症という状況があるのかもしれないですね。だけどこんなに大きいもんね、この子。そういうことでちっちゃい子が多いんだけどさ、400グラムぐらいしかないとかね。でも600超えてれば、まあ、結構立派な体格だと思うんですけど。で、あと胃のね、ガスの下にこれなんかちょっとこう白い、うん、ここでも見えてるんだけど、うん、普通こういうのは映ってこないです、普通の食べ物だったら、うん、だからこれはなんか胃の中かその先かになんかあるんかもしれない。そうそう、あただね、割とこう白いのが骨が白く映るじゃないですか、うん、でこれ鉛なんですね。金属だったらこうやって真っ白になるわけですね、うん、そこまでは真っ白じゃないんですけど、うん、まあ、骨ほどではないにしてもちょっと白いよね、うん、だこれはちょっと経過見ないと何とも言えないんですけど、うん、ガスが溜まってると、こんなにガスが溜まってることはということは胃腸がね、うん、機能が落ちて弱ってるということですね。それとも、もう一つはちょっと呼吸がちょっと気になるんで、うん、呼吸のことも気にしながら治療した方がいいかなと思います、うん。